年の暮れにあたりましてですね、少し今普通にはこう時間がなくて考えられないようなこともですね、年の終わりに考えるのもいいものなんですが、 2,3 そういうものを取り上げたいと思いますけれども、表紙に貼りましたのは音羽御殿と昔言いまして、鳩山御殿とも言ったんですが、現在では鳩山記念館ってなってると思いますが、東京の文京区のですね、ちょうど早稲田大学お茶の水女子大学なんかが近い、非常に、まあいいところっていうか、まあ地価が高いところって言ってもいいんですけど、そういうところに大豪邸があるわけですね。これは鳩山首相っていうか、今の鳩山首相じゃなくて前の鳩山一郎首相なんかがですね、財を成して建てた御殿であります。で、今日は節約と所得と節約ということを考えてみたいと思うんですが、まあ、鳩山一家はですね、非常にこう政治家が多くて、まあ、大体5代目ぐらいですけどね、現在。北海道で政治をやって、東京に出てきて、まあ、首相を務めると。昔流にこれを考えますと、まあ、身分の高い人だから、豪華なところに住むのは当たり前という、まあ、身分的な考え方がありますね。だけども、まあ、最近ではですね、やっぱり人間というのは大体平等だと、とかですね、特に、まあ、今日問題にする所得と節約という点ではですね、まあ、膨大な所得を一人が占めるというのはおかしいし、それから節約というのは自然を守るとか、それから資源を大切にするという意味で共通的な道徳であると、まあ、意識がありますので、まあ、それからこの5点を見ますとですね、まあ、2つ考えられますね。ああ、いいな。政治家がこんなに儲かるということはおかしいんですけど、まあ、大きくなったら儲けて、立派な御殿に住みたいなっていうのも人間の自然な心でもありますから、まあ、そういう意味でこの音羽御殿を見たらですね、まあいいなとこう思うと。それからもう一つの考え方は、いや、けしからんと。節約が大事なのにこんな大きな家で一人で住んでということになりますね。一家族っていうか。もちろん冷暖房費なんてすごいし、まあ冷暖房費なんてけしなわけではなく、こんな屋敷ですとやっぱり固定資産税もすごければ、すべて修理とかそういうのも維持も大変で、これだけの庭園をきちっときれいにしとくのは、まあ、王侯貴族っていう感じですよね。だからこの民主主義の時代になんでこんなのっていうわけですね。しかも政治家ですから、国民全体が幸福になることを考えなきゃいけないのに、一人だけ首相だからってこんなところ住んでいいのかと、まあ、いうこともありますね。で、この節約というのは結構女性が一般的に好きでですね、男でももちろん好きな人いるんですけどね、まあ、そうするとこういうことを言うとすぐ男でもって言われるんだけど、まあ、平均しては女性の方が節約家であることは確かですね。で、特に小学校なんかではですね、子供たちに節約はいいことだとこう教えるわけですね。節約はいいことだと教えることはいいとみんな思ってます。だけどその傍らですね、一生懸命勉強しなさいよってこういうわけですね。で、一生懸命勉強するのもいいことなんですが、一生懸命勉強する目的は何かと問い詰めるとですね、いい大学に入っていい会社に就職したりなんかして、まあお金持ちになりなさいっていう感じなんですね。本当は勉強ってはそうじゃなくて、立派な人格を持つ人になりなさいとかそういうことってダメなんですけども、まあ、実際上は受験勉強、現実的にはもう何歩譲っても受験勉強みんなしてるんですよ。で、お母さんたちが子供に一生懸命勉強しなさいっていうのはですね、子供が裕福な生活をしてほしいという、まあ、親心なんですね。そうするとお母さん、裕福に、じゃあその子供がですね、勉強ができて、いい大学に行って、いい会社に勤めて、鳩山御殿みたいなところに住むとしますね。そうすると、お母さんは矛盾したことを2つ言ってますよね。1つは節約しなさい。節約はいいことだと言いながら、子供には節約するような生活ではない方向を、まあ、一生懸命やってるということですね。あなたの心はどっちが大切なのって言ったら、それはまあ、あれ簡単で、まあ、とにかく今月の出費を少なくするために節約しなさいと言ってるんであって、まあ、子供はお金持ちになってほしいから一生懸命勉強しなさいって言うと、この2つを別にそれほど矛盾すると考えてるわけじゃないんですね。この所得と節約っていう問題は教育上も非常に難しい問題ですし、それから言ってることが矛盾してることも間違いないんですね。これなぜかと言いますと、歴史的にはですね、ヨーロッパでも日本でもそうですけれども、例えば日本では形成学というようなですね、ものもありますし、二宮尊徳が、まあ、節約を説いた、まあ、いわば節約道徳説なんですけども、この二宮尊徳とか形成学といった
節約は今のところ、今の現代では全く必要がないものなんですね。なぜかと言いますと、昔は貯金というのがなかったんですよ、基本的には。まあ酔い越しの金はつかないほどひどくはないんですけれども、言ってみれば貯金とかこのお金を利用して投資をするっていう概念はなかったんですね。ですからどうだったかと言いますと、例えば1万円手元にあると、そうすると普通で1万円使っちゃうっていうのが普通だったわけですね。これは酔い越しの金は持たない、これは1万円使っちゃう。だけどもそうするとですね、現状が変わらないわけですね。だん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 物が古びてきたりいろんなことするので、1万円を節約して、ここが大切なんですよ、これが節約なんですけどね、節約して8000円だけ使うことにしましょうと。で残りの2000円で新しいものを作ったり新しい研究をしたり、そういうことに2000円を使いましょうというわけですね。でこれで設備投資をしたり、いわば学問、学校にお金使ったりすると、それだけこう新しいことが生まれてきたり発展してきたりしますね。もっと昔は経済学とか二宮尊徳のはもっとひどくてですね、収入が1万円なのに1万2000円を使うお殿様が多かったんですよ。そのお殿様は金銭感覚ありませんから、収入が1万円でも1万2000円を使うお殿様がいたわけですね。そうすると自分の家の財産が少しずつ減ってきて、その藩って言いますか、殿様の領土が疲弊してくるわけですね。疲れてくるわけです。貧乏になってくるわけです。でそれをまず防ぐために、節約をしなさい。つまり1万2000円、収入があなた1万円なんだったらば、1万円の範囲で使いなさいよっていうのが、実は本当の意味での節約だったわけですね。ところが二宮尊徳はそれをもう一歩進めて、1万円使うのはもったいないから8000円にして、で余った2000円で新しく投資をしましょうってなったわけです。この思想がですね、いつの日か道徳になっちゃったわけですね。それで人間は節約しなきゃいけないと、まあそんなような感じになってきたんですけども、そんなことはありません。特にいろいろ国際的な調査も行われておりますが、何のためにお金を持っているんだという問いに対してはですね、日本だけは特別なんですよ。日本だけはですね、目的がないけど貯金しますっていうのが日本なんですね。これもはっきりとした傾向が現れているわけです。ところが中国人、フランス人、アメリカ人、ほとんどのアジアも含めてヨーロッパも含めて全部の国はですね、人生のために節約しますとか、人生のためにお金を貯金しますと言ってるんですね。だからこれは使う、最終的には自分が死ぬまでには使うわけですから、節約ではないんですね。日本人だけなんですよ、節約してるっていうのは。つまり人生でどの時点で使うかを考えずにお金を貯めるっていうのは、これも非常に特殊な傾向なんですね。ですからまあ、例えばアメリカ人が極端なんですけど、アメリカ人はまあ1万円なら1万円を使い切るという思想ですね。ただ貯金ももちろんかなり彼らはするんです。日本人とそれほど変わらないんですね。ただ貯金を投資に回すんですよ。でお金を得てまたそのお金を使う、まあ、結局全部使うわけですね。まあ、人生は自分の人生を楽しむために一生懸命働くんだからっていう意識ですね。それから二宮尊徳の節約が今では意味がないのは、実は二宮尊徳の時には銀行がなかったんですよ、まあ、簡単に言えば。ですから1万円の手元の金があれば8000円を使って2000円余さないと、その何かを新しく作ったり研究したり学校を作ったりできなかったんです。ところが今は違うんですね。今は全然違って、1万円のうち2000円を貯金すればいいんですよ。そうしますと自分が8000円しか使わないで2000円貯金するんです。去年例えば2000円貯金しますね。その2000円を集めて、学校ができたり工場ができたりするんですね。そしてその2000円は次の年その人が払いもこう銀行から払い出すわけです。そして自分が使うんですね。で一生そういうことをするわけですから、結局はその人は1万円を稼いだら1万円使ってるわけですね。ただ一時人に渡すわけです。この銀行っていうのができたのがものすごく社会的には進歩だったわけですね。それまでお金は1回しか使えなかったんだけど、それからお金が何回か使えるようになったわけですね。まあ、例えばもうその最初の年にその人1万円で生活したとするじゃないですか。でもう1万円手元にあったんで、稼いだ1万円は全部そっくり銀行に預けたとしますね。それで来年その1万円を払い出す、またその年に稼いだやつを一応銀行に預けて来年払い出すということをすると、1万円はその人も使うし、それから他人も使うというふうにちょうど2倍使えるようになるわけですね。まあ、現状ややそれに近いんですけども、だから銀行があればあるほど
世の中はどん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 物を使うわけですね。でこれは節約なのかというと節約じゃありませんよね。本人は1万円を稼いだら1万円使ってるし、それから銀行に1万円預けるからそれを他の人が使うから、結局世の中は2万円分使っちゃうわけですから、まあ、銀行があることによって、まあ、世の中の様子はもう全然違うわけですね。ですから二宮尊徳が言っていた節約というのは今何の意味もないんですけれども、まあ、日本人の場合はですね、まだ二宮尊徳の節約思想というのはものすごくあってですね、それにはがっちり取り込まれてるわけですけどね。だけども、本当は違うわけです。例えば銀行によくご婦人でですね、節約しなさい、私貯金してるっていう人いるんですけど、この人経済的なこと何にも知らないんだなと思うことがあるんです。まあ、そんなこと言ったら失礼ですけどね。っていうのは銀行に預けると銀行に預けたお金は誰かが使うんですよ。だから、まあ経済とか環境とかいう意味ではですね、A さんが使っても B さんが使っても1万円使ったっていうんだったら同じなんですね。例えば、1万円で、水道をそのじゃんじゃん流すと、まあ、自分が流さなくて自分は水道節約して止めてその余ったお金を貯金すると、他の人が水道を出せば同じなんですよね、水の使用量っていうのは。だからそれでその奥さんにですね、僕はところでその銀行に預けたお金は時々出しますか、出して使います、もちろん自分のお金ですからとこう来ますね。そうしますと1万円稼いで節約して8000円にして2000円を貯金する、その2000円は誰かが使うけども、使った後もう一回払い出して自分が使うと、結局もし節約しなければ1万円分しか世の中はお金を使わないんですけども、節約して銀行に預けると1万2000円分だけ使うってことになって、そのお母さんとか奥さんのしてることは実は、節約どころか消費を促進してるわけですね。ただそれをその都合よくごまかしてるだけなわけですね。ですからまあ、二宮尊徳型の節約っていうのはもうないわけです。そうすると学校で先生が子どもたちに節約を教えるのはなぜかっていうことですね。これはある意味でですね、自分が収入が20万円だったら20万円以内で使っていきなさいよということを言ってるわけですね。ですからまあここら辺は節約というものをどう教えるかということも非常に重要で、節約したら石油の資源が節約できるとかいうことは今できないんです。というのは昔は二宮尊徳型でしたらですからですね、節約はできるわけで、しかもその2000円を1万円のものを8000円使って2000円が余ったらその2000円を例えばドブでも捨てればですね、本当に節約ができたんですけどね。だけども今は貨幣経済で、プラスマイナスゼロに合わせるという経済の下ではですね、具体的には節約の方法はないんですね。それからもう一つ、ちょっともう長くなりましたんでこの辺でやめて、また細かいことはいきたいと思うんですけども、節約というのは非常に難しいということはまず分かるわけですね。それから鳩山御殿、この音羽御殿みたいな生活はいいのかっていうと、やっぱりいいでしょうね。それは4畳半で、親子4人が住んで、お父さん昼間いなくてですね、お母さんもわけのわかんない子供の相手だけを4畳半でしてて気が狂いそうになってなんかに落ち込んでしまうってことよくあるんですけども、それは普通の人は悲惨な生活っていうんですよね。ですから、まあ、我々は悲惨な生活にならないように努力して勉強してっていうのも悪くはないんですね。もう一つ非常に難しい問題をちょっとだけ触れまして、また課題にした後にしたいと思うんですけども、多くの人は水道を節約するってんですね。だけど水道を節約するって普通水道を使わない、使う量を減らすということですね。だけども水道っていうのはどんどん使った方が本当は節約になるんです。というのは太陽の光が海水を温めます。海水は塩水ですからね、海水を温めます。そこから真水が蒸発します。それが雲となって山に運ばれて山から水が流れてきますから、真水っていうのはですね、非常にその資源として大切なんですね。ところが現在では日本はですね、真水が8000億トンぐらい降るんですけど、そのうち人間が使ってるのはせいぜい300トンから800トンぐらいですね。300万トンから800万トン。だいたい1万分の、10万分の1しか使ってなくて、あと全部海に流しちゃうんですよ。だから、せっかく真水を作ってるのに真水を全部そのまま海に流すっていう、そういうことをやってるわけですね。ですから、自然環境を守るとかそういう意味では、水道っていうのはどんどん使った方がいいんですね。正しいんです。だけども水道代っていうのがあるんで、
お金を節約しようと思ったら水道は節約するわけです。だから水道の節約っていうのは自然環境でも何でもなくて、自然環境という点では太陽の恵みをできるだけ多く受けるために真水をうんと使うっていうことなんですね。いや、真水を使おうと思ったらまだいくらでも真水が使えるんですね。いろいろ浸透圧を利用したりいろんなことができるんですが、水道を節約しようっていう掛け声があるために自然の環境を無駄にしてるとも言えるんですね。だけども普通の人はですね、水道をじゃんじゃん使った方が、節約になりますよなんて言ったって全然理解されません。それは節約ということ自体が非常に難しいという側面を持ってるってことです。まあ今日は、年末でですね、少し複雑なことを考えましたが、節約を人に強いたりする人がいるんですね。節約しなさいっつって。だけどもそれはよくお考えになりましたかということをまずちょっと指摘して今回は終わりにしたいと思います。